広さ 2.9 畳となっております。造作のカウンターは床からの高さが92センチとなっており、立ったまま。続いてキッチンをご紹介いたします。広さは 4.1 畳となっております。キッチンは高田スタンダードのオフェリアを採用しております。深型の食洗機やタッチレス水洗など便利な機能が備わったキッチンとなっております。またキッチン背面にはカラーシップ絵を採用しており、とてもアクセントになっております。天井は床材と同じインドネシア松を採用しており、統一感のあるおしゃれな空間となっております。続いては2カ所目の子供室をご紹介いたします。広さは 7.4 畳となっております。電気のスイッチが2カ所、またエアコンも2カ所取り付けられるようになっており、お子様の成長に合わせて家具などで仕切ってご利用いただくことができます。お子様が出て行かれた後には LDK とつなげてご利用いただけるような作りとなっております。こちらには広さ 3.7 畳のコートテラスがございます。床はタイル仕上げとなっておりますので、お掃除がしやすい仕様となっております。また電源がございますので、お食事、お外でのお食事などもお楽しみいただけます。続いてトイレをご紹介いたします。広さは 1.1 畳となっております。トイレは TOTO のネオレストを採用しており、電気裏が縁がない、掃除がしやすいトイレとなっております。また棚板を2枚設置しており、見せる収納としてご利用いただけます。続いては洗面室をご紹介いたします。洗面室は広さ 4.1 畳となっております。上部にはトップライトを設けており、とても明るい洗面室となっております。洗面台はタカラスタンダードのエリーナを採用しており、広々とした作業スペースが特徴となっております。また鏡は後日設置予定となっております。
続いて脱衣室をご紹介いたします。脱衣室は 1.2 畳の広さとなっております。棚板を3段設けておりますので、タオルや着替えを置いていただくことができます。お隣は浴室となっております。広さは2畳となっており、1616サイズが標準サイズとなっております。今回のシステムバスはタカラスタンダードのリラクシアを採用しており、特徴はホーローパネルとなっております。ホーローパネルは汚れが簡単に落ち、また磁石をくっつけることができますので、収納などを取り付けていただくことができます。続いてはファミリークローゼットをご紹介いたします。ファミリークローゼットは 4.1 畳の広さとなっており、5段の棚板と2箇所の枕棚のハンガーパイプを設けた大容量のファミリークローゼットとなっております。水回りや物干しスペースの近くに配置することで、毎日の家事や身支度の時短とつながり、使い勝手の良いファミリークローゼットとなっております。続いては物干しスペースをご紹介いたします。この干しスペースは 4.8 畳の広さとなっており、雨の日でもたくさんのお洗濯物を干すことができます。また沖縄は通り雨の多い地域ですが、お洗濯物を取り込めない場合にも安心な設計で、共働きのご夫婦におすすめな設計となっております。いかがでしょうか。本日ご紹介したのは2階建て E コンパクト35坪のお家でした。車好きには嬉しいオープンガレージが魅力的なお家でしたね。今回は動画でご紹介しましたが、ムクフローリングや漆喰など自然素材の良さは実際に体感してみるとさらに魅力を感じられるかと思います。ぜひモデルハウスや見学会に足を運んでみてくださいね。今回の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。今回の動画を見てもっと詳しく知りたいと思われた方はお気軽にお問い合わせください。また他の物件の写真や情報はホームページ、インスタグラムをご覧ください。これから他の物件もどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。サイアスホームは皆様のご来場を心よりお待ちしております。やり直しいつくるかなって思って合わせなさい